彩香君。はい、立憲民主社民の塩村彩香でございます。本調査会2年目の調査の締めくくりにあたりまして意見を表明いたします。はじめに資源の安定供給です。日本国内における鉱物生産はほぼゼロと海外依存が顕著な実態にあります。カーボンニュートラルを実現するためにはレアアースやコバルトといったレアメタルが欠かせませんが、レアメタルには主に中国やアフリカで生産されています。こうした国では環境配慮に欠けた生産や人権侵害の懸念される労働といった深刻な問題があると言われています。そこで鉱物資源を適切な方法で安定的に調達をするためには資源調達先の多角化の取り組みが求められるとともに、一日も早い海外依存からの脱却、すなわち資源自給率の向上に直結をする資源リサイクルの取り組みが欠かせません。資源リサイクルは鉄やアルミなどのベースメタルではすでに広く行われていますが、レアメタルなど製品にごく少量使われる貴重な資源についてはまだまだ十分ではありません。そこで製品のトレーサビリティを確立するなどによってリサイクルをしやすい環境を整えるとともに、効率的かつ安定的な回収方法を実現するための研究開発により一層支援をすることが重要であります。参考人質疑の中でもありましたが、鉄道やバスなどの公共交通機関を積極的に利用することで資源消費だけではなく環境負荷も大きく下げることもでき、参考人は社会性という意味でも将来的にも重点的に進めるべきとの意見も忘れてはいけません。また再生可能エネルギーによるエネルギー供給を実現することでエネルギーの自給自足を目指していくメリットを強調しておきたいと思います。燃料資源の海外依存を回避することで資源購入のために年間17から20兆円の国富の海外流出を止めることができるようになるとともに、エネルギー安全保障を高めることが可能となります。次に地球規模の課題であるカーボンニュートラルであります。昨年10月、菅総理はカーボンニュートラルを宣言いたしました。国際的にも経済規模が大きな日本がこうした宣言をすることは大変重要なことであります。ただ他の国の動きに比べるとやや遅きに失したとも思われ、そのため日本は総力を挙げてカーボンニュートラルに取り組まなければなりません。昨年の党調査会で私はエネルギー政策におけるパラダイムシフトを図らなくてはなりませんと意見を表明いたしました。しかし再エネの主力電源化や石炭火力発電からの脱却は足踏み状態にあります。日本における再エネの導入の状況をフィット設備導入量で見ますと、2014年、2015年には1000万キロワット近くでしたが、その後は600万キロワット台にとどまっており、その上国内の石炭火力発電所の廃止はほとんど進んでいません。一方で政府の施策を見ますと水素やアンモニアの活用といった目新しいものが並びますが、いまだ研究開発の段階にあります。一日も早い再エネの主力電源化、カーボンニュートラル実現のためには限られた国の予算を再エネやこうした分野に集中し世界を牽引するべきで、石炭火力や原子力に浪費して気づいたらここでも日本は時代遅れになってはいけません。最後に原発です。原発をめぐりましては平成23年3月11日から10年経った今も国民の不安が解消されないまま、とうとう東電、柏崎刈羽発電所でテロ対策の不備という国の安全保障上の問題が発生をいたしました。こうした大問題を引き起こした東電に原発を運用させてはならないということは言うまでもありません。さて原発は2050年カーボンニュートラルの実現に必要との声があることは承知をしています。しかし原発事故は一旦起きてしまえば取り返しのつかないということはもう誰もが知っています。その上高い放射線を出し続ける使用済み燃料の最終処分地さえ未決定のまま原発を使用してさらに使用済み燃料を増やすようなこと、これは到底許されることではありません。廃炉や核のごみまで含めるとコストも莫大で他の比較にはなりません。エネルギー政策のあり方として原発という負の財産、これは今すぐに断ち切らなくてはいけません。そして再エネという純国産のエネルギーの最大限の活用に的を絞った施策を堅実かつ着実に進めることこそが日本の進むべき道です。以上意見を申し上げました。最後になりますが、コロナ感染症が今も猛威を振るっています。その一日も早い収束を図りつつ、コロナ後そして未来に向けて社会経済の礎である資源エネルギーについて与野党の枠を超えた議論が期待される党調査会のさらなる活性化のため尽力をしてまいります。ありがとうございました。
他にご発言はありませんか。川野